こいい。いい場所でバトルだね。雨の中のバトルいいね、かっこいい。これは強キャラの予感。てかおひげのじいちゃん系なんかこのゲーム好きだね。前も霧の長老だっけ、そんなやつもいたし。相手がどんな技系をやってくるか分かんないからマナーまとめつつ、おっとなかなか痛い。マナ3つ、ドクト剣、これでコンボが入れられてれば、2つ外すんだけど。こんな雨の中電撃、おっとこっちの位置によっては全部食らってしまうって感じだね。全部は外せないだろうからバレアで2つなんとか外してって感じかな。せっかくだからマナ入れる。また別の技が、あ、身投げした。かっこいい竜の落とし子。どこだどこだどこだ、全くわからない。しかしここで全体回復があったのはよかった。 HX ストライク、他の技もあるけども、アイテムもあるけど、ここは使いたい時にね、片方が落ちてたら嫌だから。ムーメランかな。ここはルナシールドを貼っておくってのも手だな。ただどういう攻撃やってくるか見たいってところもあるから、さっきのタコ2なんてちょっと見といてよかったなかもあるからね。直近にセーフポイントがあるからこそ、やり直しができるからこそ、結構な強キャラとして配置してるんだね。また出てきた。連打でうまくいけ、なんとかなれ。ちょっと耐えられたか。ちょうどいい感じにまた回復のがある。コンボ貯めつつ、次はルナシールド貼っとくか。あ、足りない、なんでことだ。ここはちょっとでも減らしておく。間違えて三日月使っちゃってないか今。ここはおやつの回復を、あ、これでも足りない。ルナシールド11だから足りない。まずったな。セライで4つ外しの方がいいな、これなら。HP は満タンだから、何が来ても耐えられるでしょう。ふんふんふん、このプーンと音ちょっと小気味いいな。どっちだ？潮の方か。連打でごまかせ。
かし、おかげでなんか食らってもいるからコンボゲージがどんどん溜まってくる。おかげでこのコンボ技のおかげで立て直しは容易だ。まだ全体回復アイテムも残ってるしね。剣三つ毒、でコンボがここで溜まってれば外せたんだよね。どっちだ、タイミングがわからない。適当な連打で過ごす。ここはもう普通に殴り、でここはルナシールドかけて、さあ何が来る？ルナシールドで耐えられるか。これだけ HP あれば大丈夫でしょう。ルナシールドあってもここまで食らうか。コンボ技は使いたいけども、いざという時の回復がないとはいえだからこっちで行く。お、ここで行動1になった。ちょっとパターン変わったか。単純に攻撃してきただけだったか。相手の HP がわからないからいつやられるか、自力になるかわからない。2、これは普通の剣撃だけをやってくるパターンか。なんとかガード、大きな行動をする前に、ああしてくるねー。またしてもちょっと迷う感じに。リバレアの生マナ入れての攻撃で外そうかなと思ったけど、ゼニールの HP がちょっと不安だね。よかった、電撃の方だ。こっちのガードが全然できん。でこうやって試行錯誤してる間にそろそろ最後の一撃が入れたり、アイテムも減ってきた、 MP も耐性がきつい、大丈夫かっていうあたりでちょうどとどめを刺したりするのが最近のパターン。そうでもなかった。どっちだこれは。回復挟んどいた方が良さそうだね。殴って威力減らすのもいいんだろうけど、こんだったらキノコ汁40回復これくらいでいいでしょう。どっち来る？この攻撃の威力が高いからね。コンボ回復。してくれ、まだ落ちん。どこだ、わからん。
汁がどんどんなくなっていく。もうお汁でびっちゃびちゃですよ。こっちはただでさえ雨でびっちゃびちゃなのに、まだ月のゆりかご会はあるもの、行動を遅らせる。これもやるのもありだったね。お、やっつけた。やはり悩んできたあたりで倒せるってパターンが多いね良いバランス。ふう、やったね。ガール、お前今まで何してた。せめて後ろからおやつでも投げてくれていたらとても助かったのに。あれ、ベスパタインゴなんかちょっとフォルム変わった。もしやストームコーラクーラーなんだっけ。第二形態でもあるのかと思ったけど、あれか、この元の世界に戻る一瞬のタイミング。現実世界の方でもちゃんと海王類の死骸はあるんだね。お、これでホーテンスも成仏できるか。なんならずっといていいぞ。船に居ついてくれていいんだぞ。やったね、もうダチだ。やった、船を手に入れた。これで行動範囲がぐっと広がるね。で、これで新天地に移行する派はって感じだけど、もうこんなに復興してんだ、すごいな。ほぼ元の町のまんまじゃん。そんな海王類見てないんだけどそういうさ、気になる雑談やめてくれる？俺たちの知らないところで普通に船じゃなくてもいられるんだこの子。あんたはあれなんだろう。よかった、下手に言いふらすことはなく。出れた。お、マンドリン、楽団にもう一人パートが増える。うまっ。どっから出したんだ。こうやって仲間が増えていくとどんどん音楽も豪華になる。やったね、船だけでなくいい仲間まで手に入った。結局は復興したから最初の状態で取り逃しがあってもここでカバーできるって感じかな。でも上の方とかは、あ、なるほど、再建したらまた前と同じように買い物できたりとか。買い物は普通にできるね。まあ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 大丈夫かな。航海中にさ、体調崩したり、着いた瞬間にもうお亡くなりになったりとかね、当時はあったからね当時ってなんだろうやっぱ過酷な船旅にはなるだろうから、まず行けるかどうかが。これから乗っていくんだよ。その土壌にあった植物とかね、持っていければいいけど、合わないものを入れてもしょうがないからね。なんなら同じものが育つとは限らないし。なんだっけ、北海道じゃがいもみたいのは北海道の土壌じゃないとそもそも同じのは絶対育たないらしいね。あの百姓貴族に貝だった気がするじゃあ行くかい。移住者たちを新天地へ、いざ行かん。
新天地を迎える人はみんなご乗船願います。ツアーだね。まもなく当船は新天地北東に向けて停車です。では終了です。